時間、それは悠久の流れ。その流れを遡り、この青い惑星が時を刻み始めて間もない頃、人類がまだ誕生していない時代を説明しましょう。巨大な生物が地上をのし歩いていた世界。ようこそジュラシックパークへ。しかし大きな体に似合わず性格は至っておとなしく人を襲うようなことはありません。オウムのように曲がったくちばしを持つこのプシッタコサウルスは角を持つ恐竜の中では最も小柄で角竜の祖先と考えられています。プシッタコサウルスはプロトケラトプスやトリケラトプスと同じ草食恐竜の仲間です。この地熱地帯に生息する草食恐竜は背中のプレートと尻尾のスパイクを武器にしハロサウルスのような外敵から身を守ります。恐竜が実際に食べていた植物をふんだんに与えています。次はハドロサウルスの入り江です。この入り江にはこちらセントラルコントロール、ご安心ください。すぐにボートを元のコースに戻します。ツアーボートはまだコースを外れてる。トランスポートステーションでボートを取れるんだ。